この緩い右の先はきつい左だぞ。遠心力でケツが出てる。スピードに乗りすぎて立て直すスペースはない。何？86？ 86 だと？楽しいのかな、そんなに。走り屋って不思議だな。なんであんなことにみんな熱くなれるのかな。たくみ、お前何も感じねえのか。次から次へ全開でかっ飛んでく車、エキゾーストノート、スケール音、タイヤの焦げる匂い、こんなの目の前で見たら血が騒ぐだろう。俺なんかもうテンション上がりまくりだぜ。血が騒ぐ。アキナ、カス揃いだ。そんなスピードで。いけた。あいつらにできるなら俺だって。下りはとんでもなくヤバい。走り慣れたはずのアキナのコーナーが別人のように牙を剥く。そうか、怪我が大したことなかったなら不幸中の幸いだ。はい。池谷に伝えといてくれ。土曜日の交流戦延期してもいい。だがもしやるなら秘密兵器を。あの86を出さねえと俺には勝てねえってな。当日下りは俺が走る。この前しくじったのはコースに対する熟練度の差と油断。俺は同じ相手に二度は負けねえ。はい。ここだ。いらっしゃい。やっと見つけましたよ。アキナ下り最速の86乗り。あ？そういや昔っから赤城の走り屋はうまいやつが多かったな。けど違うぜ、俺じゃねえよ。その赤城をちぎったな。そんな、86で配達する豆腐屋なんて他には絶対ない。もし俺だとしても助っ人で走れってのはない話だ。今
今さら俺みたいな親父が出張っても場違いってもんだろう。若い者同士でどうにかしなきゃいけねえ問題だぜ。俺はアキナで育った走り屋だから、レッドサンズがアキナの走り屋全部をバカにしてるのが見え見えで、それが一番ムカつくんですよ。アキナにだって実力のある走り屋はいるってあいつらに見せつけたいんです。あんたならそれができる。高橋圭介を一度でもちぎったんですからね。はい、厚揚げ140円。帰んな。力になれなくて悪かったな。俺は諦めませんよ藤原さん。また明日来ます。やれやれ、本当に俺じゃねえんだが、嫌いじゃねえな、ああいうやつ。あのさ、夏希、思うんだけどさ、そろそろいいんじゃないかなって。匠くんと仲直りしても。仲直りも何も、俺は模擬と喧嘩してたわけじゃねえし。してくれるのね、よかった。この前車の話してたよね。運転できるの匠くん？うん。じゃあさ、夏休みになったらドライブ行こうよ。匠くんの運転で夏希はお弁当作るよ。楽しいよきっと。いいけど車ダサいぜ、商売で使ってるボロだから。いいよそんなのは、車なんてどんなのでもいいんだ。うんと遠くまで行こうよ。海がいいよ、泳ごうよ二人で。二人で？うん。なんでかな、模擬ってものすげえエッチな感じ。あのさ、今度の日曜車使っていいかな？日曜？あ、ダメだ。なんで？日曜は店休みじゃん。商工会の寄り合いで俺が使うんだ。はあ、マジかよ。俺どうしてもその日使いてんだよ。あんなボロでもないと困んだよな。うわ、まずいよマジそれ。ん？ははさては女だな。だ、いいだろ。なんだって俺勝手に乗ってくからな。へっ、火いなきゃ車は動かねえよ。紐つけて首に下げとくかな。うっ、汚ねえ。まあどうしてもって言うんなら考えてやってもいいが、条件がある。条件？ど、明日の夜あの車で赤城最速とか吹かしてやがるガキを軽くひねってこい。アキナの下りでだ。なんだそれ。そうすりゃ車は無条件で貸してやる。しかもガソリン満タンのおまけ付きだ。ガソリン満タン、すげえ。この条件はめちゃくちゃグラッとくるぜ。え、本当ですか？行ってやれるかもしれねえぜ今夜、アキナの山。ありがとう。ありがとう、藤原さん。おいおい、死ぬなよ。タイムアタックは10時からです。待ってます。まだ確実とは言えねえ。時間になってもうちの86がつかなかったら、その時は諦めてくれ。自分たちで何とかするんだ。信じてます。いや、あなたはもう来てくれるつもりなんだ。待ってます藤原さん。チームの仲間全員でありがとうございます。うん、匠がごねったら俺走ろっかな。おお、
またアキナの山へ。アキナ対赤城、赤城最速の RX7 と無名のアキナの下りスペシャリスト、このバトルは見ものだぜ。腹を減らした車が帰りには数珠つなぎ、今夜は深夜営業するか。サンズのコースマーシャルは配備済みか。それにしてもすごいっすね。こんな大勢のギャラリー、アキナじゃ見たことないですよ。池谷、本当に信じていいのか、その86の話。ああ、来てくれる。高橋圭介の FD3S は軽く350馬力は出てるらしいですけど、いくら下りでも86なんかじゃ勝負になんねえよ。俺を信じろ。けど、もし来なかったら。その時はケンジ、お前が走れ。これだけのギャラリーだ、チームの看板背負って死ぬ気で攻めてくれ。そんなシャレなんねえよ。自信ねえよ俺。そろそろ時間だ。交流会を始めようか。タイムアタックは10時から、それまではフリー走行ってことで、うん、ギャラリーも多いことだし楽しく走ろう。ショータイムってわけだ。今日は紙コップはいいのかよ。いらねえよそんなもん、豆腐乗っけてねえんだから。せいぜい遊んでこいや。遊びってのは楽しいもんだろ。俺気が重いよ。なんだよ、自信ねえのか。そういうわけじゃねえけど。普通に走りゃ負けやしねえよ。そうかよ、行ってくれ。藤原さん来ねえな。兄貴、例の86、てっきりあいつが出てくると思ったのに拍子抜けだ。ムカつくぜ。コース上の異物チェックは終わったか。 OK ということなんで、ぼちぼちどうかな。わかった。いよいよタイムアタック。ケンジ、すまない。いいんだよ池谷、地元の意地見せるぜ。あんな奴が俺の相手だと、ふざけんなよ。こちらゴール地点、少しスタート待ってくれ。どうした。たった今一般車が山に入った。多分遅れてきたギャラリーだろう、86だったからな。おい、そいつは確かに86か。ああ、86のトレノだ。色は白黒のパンダカラーだったけど。藤原さん来た、来やがったぜ兄貴、俺の獲物が。俺の相手はその180なんかじゃねえ。そうだな。ああ、その通りさ。いい腕だ今の86。コーナーを立ち上がる後ろ姿、絵も言われぬ要因があった。そうか。どこの山にもいる86小僧にしか見えねえけど。分かるやつにしか分かんねえか。自分の車を手足のように操る域に達した走り屋は強いオーラを放つ。波の走り屋じゃねえ。あんなやつがアキナにもいたのか。
来てくれた。あいつだ、あいつだぜ兄貴。たっぷり引きやがった。大した占領役者だ。ここです、ここで U ターンしてください。本当に来てくれたんだな。ああ、アキナの走り屋のプライドを守るためにあの人は来てくれたんだ。ここです、ストップストップ。本当に来てくれた伝説のアキナ最速の男、藤原文太。池谷先輩、これ一体何が始まってるんすか。途中にも人がびっしりいたし、なんか俺場違いな感じ。匠、どういうことだこれは。どうって、俺親父が行けって言うから来たんすけど。親父、藤原匠、お前豆腐屋の藤原さんの息子なのか。はあ、そうですけど。でもどうしてお前が。俺はただアキナの下りで RX7 に勝ってこいって親父に言われて。たくみ、この大バカ野郎。何すんだいつき。何すんだじゃねえ、お前この空気どうしてくれんだよ。行く気になったら後から行くとか言って今頃来やがって、しかもよりにもよって86で。 86じゃねえよ、トレノって書いてあるぜこいつ。だからトレノが86なんだよ。 AE86 って型式のレヴィンとトレノをひっくるめて86って呼んでんの。はぁ、あ、マジかそれ。いいからとっとと車どけろ、タイムアタックの邪魔してんじゃねえよ。待て伊月。え、匠、一つだけ聞かせてくれ。ほう。秋名湖への豆腐の配達って誰がやってるんだ。今は俺ですけど。やっと飲み込めたぜ。よく来てくれたな匠、恩に着るぜ。下りのアタック、お前に任せた。何言ってんすか池谷先輩、こんな素人がアキナの下り攻めたらあっという間に事故って死んじまいますよ。大丈夫だ、いけるな匠。若いな随分。名前は藤原拓海。覚えとくぜ、俺は高橋圭介。いよいよ始まるぞ、アキナスピードスターズ対赤城レッドサンズ下りのタイムアタックが。スタート10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、ゴー！行け匠、全開走行だ。よし、圭介さんが前を取った。ストレートでちぎるのは不本意だが、これはタイムアタック。第一コーナーの突っ込みまでにたっぷりマージンを取る。そして国産最強のコーナリングマシン FD がコーナーも制する。すげえ、FD 超絶速え。やっぱ86じゃ勝負になんねえよね。見たかも今の86。ああ、縁石にも壁にも当たらず抜けてっちまった。あんなスピードで曲がるやつ見たことねえ。なんだあの86、やべえくらい速えぞ。差が詰まってる。バカな、そんなことあるわけないぜ。スタートダッシュを見る限りパワーはせいぜい150馬力。ケスケが言うモンスターマシンでも何でもない。シフトポイントが速いのはラリー用のクロスミッションを組んでいるから。だからといって
ケイスケの FD が負ける理由は見つからない。もしそんなことがあるとすれば、モンスターなのは車ではなくドライバー。わけわかんない速さで抜けてきやがった。いつすっ飛んでもおかしくねえぞ。あいつ下りの恐怖ってものを感じてねえのか。マジですか。タクミンチの親父さんが伝説の走り屋だったって。ああ、けどただのぶっきらぼうな豆腐屋のおっさんですよ。間違いない。そしてその人が自分の代わりに匠をよこしたってことは信じられないっすよ。これだって匠は86さえ知らなかったんですよ。あいつコーナー間のストレートを流しっぱなしで抜けてったぞ。なんだあれ、俺たちが考えてるドリフトとは違うもんだぜ。まるで芸術。ほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト。86という車を限界領域で自分の手足のようにコントロールしている。非力な86では失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速を一切せず最短距離を抜けていく。追いつかれた。何、ケイスケが。なあ、煽られてる。異常だ、アキラの86めちゃっぱやな。嘘だ、ケイスケさんが煽られるなんて。タクミが FD に追いついた。タクミがマジかよ、信じらんねえ。この先後半は勾配がきつくなり、ストレートが減ってタイトなヘアピンが続く。ケイスケさんなら大丈夫ですよ。誤算だったな、これほどとは。峠でも圧倒的に下りが難しい。上りはミスしてもごまかしが効くが、下りのミスは即事故につながる。特にアキナは勾配がきつく、その恐怖は波でもない。下りを制するダウンヒルスペシャリストこそ最速の走り屋。どうしたっていうんだ、ここまで俺が追い回されるなんて。この前より隙がなくなってる。それにセカンドの立ち上がりは互角でも直線で差が開く。ものすげえブレーキングドリフト。あいつ高橋圭介に食いついてるぞ。この難しいアキナの下りで。なんで86があんな速いんだよ。あいつ超ウルトラかっこいいぜ。あのクソ親父、やっぱ抜かねえと勝ったとは認めてくんねえだろうな。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブ。来た。直線で突き放しても食いつかれるってことはコーナーワークで負けてんのかよ。そんなの死んでも認めたくないぜ。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて走り屋には最大の屈辱だ。FD が先か。ま、当然だろうな。何？86が減速しねえ。次は右のヘアピンだぞ。ブレーキフェードか。なんだそりゃ。今何が起こった。わかんねえ、あの86曲がれるはずなかったのに。あっつ、道路脇の溝にタイヤを引っ掛けて曲がれるはずのねえスピードで曲がりやがった。単純な思いつきだが誰にでも真似できることじゃねえ。とんでもねえバカが世の中にはいる。楽しみがまた一つ増えたぜ。来た。どっちだ86。
のボケた匠が7秒も差をつけてたぞ。すごすぎるぜ。俺血の毛が引いた。鳥肌立った。バカ泣いてんじゃねえよ池谷なんか死んねえけど嬉しくて嬉しくてあいつに匠にいろいろ教えてもらおうな。ドリフトのコントロールとかライン取りとかさ。ああもう勝手にスピードスターズのステッカー86に貼っちゃいましょうか。ああその役俺やりますよ。そうだじゃあお願いしよう。ペイスケさんが負けるなんて。レッドサンズを売り出すために集めたギャラリーが裏目に出たな。アキナを舐めていた。これほどの走り屋がいるとは。明日になればこの噂一気に。ああ、上りはうちが勝つだろうが、この交流戦レッドサンズの負けだ。こんなことが起こるのが峠というところか。面白いな、あの86。今回の負けは認める。勝ち続けろ。俺が勝つ時まで絶対にどこの走り屋にも負けるな。いいな。そんなこと命令される筋合いはない。第一、俺は走り屋なんかじゃない。嫌味で言ってんのか。あれだけのテクニック、死ぬほど走り込みしてるはずだ。好きじゃなきゃやんねえだろ。好きで走ってるわけじゃない。家の手伝いで仕方なしに。楽しいこと見つけないとつまんなくて、ただ早く帰りたくて思い切りすっ飛ばして。だから俺は一度も運転が上手くなりたいなんて思ったことない。分かってないよあんた。ふざけんな。分かってねえのはお前の方だ。お前は車の運転が好きに決まってんだよ。これを機会に自覚しといた方がいいぜ。車を走らせることが好きならそれだけで十分走り屋なんだ。走り屋なら自分が身につけた技術にプライドを持て。不思議だったな。前を走る RX7 がどんどん近づいてきて、気がついたらワクワクしながら追いかけてた。はあ、いっぱい泳いじゃった。やっぱりプールより海がいいよね。たくみくんは楽しかった？ああ来てよかったね。たくみくんってさ、上手だよね車の運転。そうか。夏希ね、車酔っちゃう子なの。でも匠くんの運転だとちっとも気持ち悪くならなかったよ。夏希、この車好きだよ。ちっちゃくて可愛い。なんていう車？トレノ。トレノか。また乗せてね、トレノ。うん。かわいいだってよ。どうするお前。
I will just go my own way. So I don't forget.